吉本いるの、はい、うん、春と秋にですね、九州一になってますので、全国でもですね、しっかり頂点狙って、頑張らせて、いきたいと思っております。今日大会新記録ということですね、1時間8分台でしたので、全国優勝を目標にこれから約1ヶ月間取り組んでいきたいと思います。